どうも、田畑ブラザーズです。兄の石です。本日はですね、高校野球国体徹底予想。ここの高校野球のコーナーはですね、非常に皆様期待してくれてると思います。まあ、国体はね、数字面では再生数取れるかどうかわからないんですけども、まあ高校野球ね、今年の夏予想させていただきまして、大変皆様に多くの高評価コメントいただきました。本当にありがとうございます。まあ、僕のね、卒内予想ですけども、高校野球経験者として、一高校野球ファンとして皆様と意見交換できたらなと思い、国体もね動画にさせていただきます。これはね、組み合わせが確定したので動画を撮影してるんですけども、組み合わせ決まって一言、絶対見に行ってください。野球好きな人、僕ほんまにちょっと行こうかなと思ってるぐらい素晴らしい組み合わせになってると思います。めちゃくちゃ楽しみですし、組み合わせ見てください。ほんで、あの国体もちゃんと注目してくださいね。しっかり高校野球としての大会としては大きいですから。で、まあ国体の予想に行くにあたってね、僕も国体出たことあります。2012年岐阜国体で、国体国民体育祭かな、で出させていただきました。もうよく聞かれるのが、国体ってちゃんと勝ちに行くんですかとか、そういう意見が多く寄せられます。まあ、ちゃんと勝ちに行くんですかっていう質問に対しては、やるからには負けたくないよねっていうスタンスかなという方が正しい。ただ一発勝負甲子園ほどの熱はさすがにやっぱり落ちてると思います。ね、7つの甲子園が終わって、そこからジャパンがあって、そこから国体があるんですけども、やっぱり一番熱量的には低いですかね、その中では。で、まあ、その理由をね、ちょっと、まあ、どんな感じかっていうのを話していきたいんですけども、まず基本的に国体というのは本当に3年生は最後の試合になります。みんなと試合するのが最後なので、3年生が優遇された試合になりやすい。まあ、簡単に言うと、2年生エースがいてますってなったとしても、3年生の2番手ピッチャーを優先させたりとか、まあ、2年生とレギュラー争ってた3年生がいてたりとしたら、3年生が試合に出るというパターンの方が、っていうか、まあ大阪桐蔭はそういう感じでしたよね。あとやっぱ地元選手が僕らの時は出てましたね、大阪桐蔭の場合。そんな感じでやってました。まあ、なので勝ちに行くかどうかということはわからないんですけども、まあまあ練習はちゃんとしてると思います。国体に向けてね、対戦カードが面白すぎて、そちらでちょっと話すことが多すぎるんで、動画を分けてやりたいんですけど、まあまあちょっとなんとか1本にして、で、まあ物足りなかったらもう1本、皆様の反応次第ではやりたいなと思います。まだ国体まで約1ヶ月ぐらいかな、期間ありますので、ちょっと皆様の反応を見ながら撮影していきたいなと思います。まずじゃあ簡単に対戦カードの方から予想していきたいなと思います。こちら、田畑ブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。そしてこちら、田畑ブラザーズのオーダースーツで、お客様のスーツ今2着あります。これはね、あの僕のお客様が2着購入してくださったんですが、夏流行りのブルースーツです。この夏の時期はね、やっぱブルー で清潔感もあって涼しさも演出できるということで、でこちらがですね、グレーのチェックのスーツでして、ボタンと裏地で両方ね、この茶色で揃えてまして、非常にかっこいいかなと思います。これね、あの僕がヒアリングしながらお客様と共にね、形とか配色を決めていったんですけども、完成品見て満足していただける商品になったんじゃないかなと思います。オーダースーツの方もぜひよろしくお願いします。神村学園対北海高校ですね。でこちらは僕は神村学園が勝つと思います。これは別に負ける方がとか、勝つ方が好きとか嫌いとかではなくね、どちらか勝つしどちらか負けるんですから、予想はしないといけないということで、別に好き嫌いでやってるわけじゃないですからね。神村学園やっぱり地元です。地元の国体というのはやっぱり地元が勝ってほしいという思いがあると思います。で北海高校はやっぱりね、移動やばいと思いますよ。北海道から鹿児島ですから、北から南、この移動の面で僕は北海は負けると思います。もっと詳しく話したいんやけど、詳しく聞きたい方は2本目を期待してくださいね。それはやっぱ再生数とともに、撮影するかどうか決まりますので、皆様の視聴数次第
気になります。続きまして、履正社対花巻東。こちらは履正社かな。やっぱりあの3年生のダブル左エース、花巻は打てないでしょうね。ただ花巻東、関西最強の奈良智弁倒してます。なのでこれはね、めちゃくちゃ面白いんですよね。今年の関西のレベル低ければ花巻東が勝つと思うんやけど、これまだ動画に出してないんですけど、大会前に上げたかった動画がね、大阪大会から甲子園までの調整ってどうしてるんですかっていう動画撮影したんですけども、確実に履正社の投手陣、休み型で爆発します。150出るんちゃうかぐらい僕は期待してるんで、やっぱりね、疲労が抜けきってますから、今回万全な状態でピッチャー来るんじゃないかなと思って僕は履正社にしました。で、岡山山陽対土浦日大なんですけども、まあね、これちょっと難しいんですけど、土浦日大で行かせていただきます。やっぱりね、強いっすよ。で、岡山山陽も素晴らしいチームなんですけども、土浦日大今年結構レベル違うと思いますね。それでは最後、仙台育英対慶応高校。こちらは仙台育英が勝つと思います。なぜかと言いますと、実力差ですね。圧倒的実力差で仙台育英が勝つと思います。まあどう見ても仙台育英の方が強いですよね。まあ結構僕はスコア開くと思いますよ。まあ皆さん見といてください。これは僕は自信の本命です。で、優勝は仙台育英か神村やと思うんですけど、組み合わせ的に仙台育英と神村が優勝戦で当たらずに準決で当たるんですよね。まあだから仙台育英でしょうね、優勝は間違いないと思いますけど。まあ慶応高校はね、やっぱ甲子園のみ強いという僕の印象です。なので前回の夏の甲子園の予想では慶応高校が優勝しますと断言させていただきましたが、国体に関しては僕は仙台育英じゃないかなと思います。簡単にちょっと国体予想していきましたけども、ほんまに面白いな、マジで。甲子園もし見に行けなかった方はこの国体を見に行った方がいいですよ。各チーム、ジャパンに選ばれてない選手たちは本当に体の力抜けきってますので、ただ一つ言えるのは、ジャパンに行った選手っていうのはめちゃくちゃ体きついですから、だいぶ力は抜けてはいるけど、やっぱりね、完全に疲労抜けきってないと思うんで、鹿児島国体、鹿児島ちょっと遠いけど、僕は足運ぶ価値ある試合になると思います。仙台育英が無双すると思いますけどね。ちょっと補足なんですけども、やっぱり国体に向けての練習ってどれぐらいの強度するって皆さん気になると思うんですけど、メインは新チームです。国体は本当にサブみたいな感じ、 B 戦みたいな感じなんで、扱い的に言うと、新チーム練習がメインやと思いますよ。ほとんどのチームがね、練習はノックとバッティングぐらいじゃないかな。大阪桐蔭でそれぐらいやったんで、僕らも国体メンバーだけノックして、バッティングして約1時間ぐらいの練習で帰ってたんで、甲子園で負けたチームっていうのが国体で巻き返してくるっていう傾向やと思うから、まあ、僕たちの時はね、1回戦佼成学院、これまあ仕組んでるよ、また言うの忘れたけど、やっとんな、こうやれん、ほんますごいよ。1回戦が佼成学院、2回戦が松井裕樹投手がいる桐光学園っていうね、大阪桐蔭からすればなんでそんな強いとこばっかりと当たんねみたいな、しかも甲子園で見れてないカードばっかり組まれてたんで、1回戦でね、また佼成学院と3回対戦しますからね、もうええてってなったんですけど、国体も高校野球最後の大会ですので、推しのチーム、推しの選手いる方はぜひ足運んで見に行ってほしいなと思います。なんか面白い試合とか、もしなんかこう反響のあるような試合内容があれば、解説動画出したいなと思いますので、皆さんも注目してみてください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。